ブロリーのことやないの？カカシ、この世界にはお前より年下で俺より強い奴もいる。誰？おらんやろ。大げさに言うてみたんや。イタチ、あの年齢のイタチがカカシに勝てるわけないやろ。ウチハの誰かだろ。翡翠が子供で万華鏡とかありえるし。ナルトじゃないけどブロリーのことやないの？ブロリーは生まれたてで戦闘力1万あったって逸話だし。草。なんか草。天才やん。そうちゃんの魔物。時間帯に草。この世界、かっこ週刊少年ジャンプ。こ。ナルトとドラゴンボールは同一世界だった。スレの空気を一変させるとんでもないレス。めちゃくちゃ笑った。カカシがブロリーの話してると思うと笑える。元ネタ知らぬ愛にもこのレスの笑いどころがわかるように誰か野球で例えてくれ。大谷よりすごい奴がいるって話題でクリロナ出すようなもん。小学生ん時こういう奴いたわ。ドラゴンボールの世界含めたら他にもおりそう。固定概念にとらわれないのすごいな。ドラゴンボールで義務教育を得てそう。なんせ言ってたまにこういうガチなやつ現れるの怖いわ。リアルにもこの手のガチなやつ一歩手前のコミュ障おるよな。言うほど一歩手前か。ブロリーの話したかったんやろな。ナルトじゃないけどってのがポイント高いよな。本人も作品違うってことは分かってるんや。ナルトイコールジャンプ。ジャンプ作品スレッドならドラゴンボールも OK や。こういう理論やろ。たまに脳死でアホなレスしてまうから笑えん。自分で気づけたらええんやで。スレタイも深夜のレスやし普通に頭回ってなかったんやろな。逸話っていう表現で草。実在する人物にしか使わん言葉やろ。設定じゃなくて逸話っていうワードチョイスにちょっと片鱗出てるの草。歴史上の偉人みたいで草生える。じゃないけど〇〇もうのくだり結構見かけるよな。自分の好きな作品やキャラをどうしても語りたいっていう。自分のわかるジャンルを絡めて話に入ろうとする。ギリわかる。スレタイだけ見て連想ゲームした結果を話し出す。ガチなやつ。別にガチなやつってわけじゃなさそうや。スレタテする知能あるし。キューボ、PC のエロ動画をスマホに映す方法。なんかいいのないか？クラウド。クラウド使いなよ。Google クラウド。クラウドってなんや？ちなみにワイが6年かけて録画したライブチャットの動画や、まとめて変更できる方法あるんごか？1000個ぐらい動画あってしんどいんや。ガチなやつで草。ガチなやつやん。言うほどガチじゃない証明になってるか？本能に忠実やんけ。普通 SD カードで写すよね。スマホじゃないけど DVD に焼けばええやろ。赤ちゃんの時に限っての話ならブロリーより強いキャラっておらんよな。赤ちゃんマンの方が強いやろ。年下で強い赤ちゃんの時点で強いって考え方にシフトするのは賢い。でもアニメスペシャルでドラゴンボールとワンピースとナルトが天下一武道会で戦ってたやん。だからあながち別世界でもないで。ナルトいたっけ？トリコのイメージ。すまん確認したらトリコだったわ草。そんな格じゃないだろあの漫画。現実でもたまにこのレベルの強引な急ハンドル切った話ぶっこんでくるやつおるからビビるわ。自分の語りたいものが頭の中に浮かんでてその話題ぶち込むタイミング伺ってると言わんばかりに。ドラゴンボールのブロリーの話したいな。せや、パパスのパクリやろこれは。パパステーキ。ナルトスレでドラゴンボールの話はまあセーフやろ。三国志パパスは格が違うわ。これを模倣犯と見抜けないうちはまだまだやね。ドラクエ5のパパスのこと語りたいな。J、三国志でさ。お、シュババ。三国志で一番むごい死に方した人物。誰想像した？天衛。純育。関羽。城郭。義援。領収。三国志じゃないけどドラクエのパパスが割と悲惨。本気でやれば勝てただろうに。三国志つってんだろ。頭おかしいのか？これは知力1。本物にしかできない狂気のレスイーズ。伝説を見た。お前がナンバーワンや。なんぜ言ってたまに本物が湧くよな。くっ。グーレジ。久々に笑った。三国志つってんだろでくさ。大好き。横やりすぎる。このガチ感よ。本家は凄みが違うわ。微塵もすれたいにかすってないのくさ。悲しきモンスター。しかも言ってる内容もしょうもなくてくさ。悪気はなさそう。三国志スレでパパスが出てくるようになった戦犯。一時期三国志スレがパパスのせいで機能不全を起こしてたのくさ。逆にドラクエスレで三国志を語れるようにしたのでセーフ。一レスでドラクエスレにも三国志スレにも迷惑をかける天才。キングダムスレがパパスに乗っ取られてたのがくさだった。100レスぐらい進んでから春秋戦国時代の武将を挙げるとかそのぐらいの脱線だったら三国志じゃなくてもええと思う。ドラクエ5を禁止しなかったことで隙を見せた方が悪い。隙を見せた三国志スレ3サイドにも問題がある。
言うほど好きあるか？隙間こじ開けてて草。隙がないのにこじ開けてゆくストロングスタイル。もはや隙なんて関係ない達人の域やんけ。ねじ込んだ割に大したこと話してないのが笑える。ドラクエ禁止のレギュレーションを設けてたとしても、あの書き込みを阻止できていた気がしないんやけど。レッスンが500くらい言ってればまだわかるけど、20でこれは。話題が尽きてきた終盤でなく序盤でこれ言うのがすごい。これほんまガチのやつっぽかったわ。スレ序盤にいきなりってのがポイント高い。なぜパパスの話しよって思考になるのか。ちょうどドラクエやってたんやろな。どういう反応を予期してたんやこいつは。何よりこのスレ600まで伸びた上で関係ない話したのこいつだけだから際立ってるんだよな。話が詰まった時の話題展開ということならまだ理解できる。何ぜ今三国志スレで20レスで話詰まるわけないわね。同じスレで大喜利してたやつがパパスには勝てんって勝手に配送してた。こいつの中で連想できる最大がパパスだったんやろ。会話の幅がないこと叔父が引き起こした悲しい事件や。パパスについてどうしても語りたかったというより、むごい死に方がパパスくらいしか知らないのにスレ開いちゃったんじゃねえの。せめて日本の戦国時代ぐらいに広げるならわからんでもないが。三国志が読めなかった説。三国志じゃないけどって言っとるやろ。読めてるし理解できてるから三国志じゃないけどって言ってるんだよな。なおさらヤバくてくさ。スレ体に間違えたとかじゃなくて、三国志スレと理解した上でパパストークを突っ込んでいくのが芸術点高いわ。三国志やないけどの前置きは普通このスレ体なら近い時代の中国史の人間を予測するからな。そりゃこうなるよ。誰がなんと言おうがパパスのことを語りたいという強い意志。三国志をゲームだとしか思ってなくて、彼の中ではドラクエと同じカテゴリの話だった説好き。三国志って確か光栄のゲームやろ。ゲームならドラクエの話でも構わんやろ。なるほど、そういうことだったのか。三国志を知らんと三国志ってよう聞くゲームシリーズやと思ってたんやな。ドラクエシリーズみたいなもんで。話ついていけないくせに無理やり混ざろうとするやつおるよな。パパスってヒゲ生えてるし三国志にいそう。草。横山見つけるテイストにすなぁ。高金属かな。モブのタッチうまいなわら。さすがに草だ。何番キャラかな。こう見ると三国志の人物扱いでいい気がしてきた。逆にこのスレでどういう手順を踏めばパパスの話できたか話し合おうや。キスケがポケモンでレス場に勝つ人間がおるんや。パパスは三国志に出てくるで挑むしかない。パパスが三国志に出てこないソースを提示できなきゃ負けるとか、三国志側が不利すぎる戦いやな。ラインハット、デルタドール、グランバニアの三国志や。三国志に対してのパパスって文字列が面白すぎる。三国志は責任取ってパパスって武将出すべき。必死見たらその日これしか書き込んでないのな。レスが41個もついたからな。逃亡するやろそら。41レスで草。メンタルやられてて草。旗から見てる分にはおもろい。パパスのやつタスマニアたけしだと思ったら違うんやな。タスタケもそんな感じやな。やつは文章自体が難解やけど。逆にパパスみたいな死に方した三国志の英雄はおらんのか。三国志の時代にメラゾーマないやろ。家系のオンパレードなんだよな。今はあるような言い方やめろ。実際のところ三国志で一番むごい死に方したのって誰なんや。焼き殺された南蛮衆とかやないの。実質パパスやな。これから三国志スレはパパススレになるんだな。千年後の三国志でパパスが普通に史実にいそう。会話だとたまにこうなることもありはするけど、文字で書き起こすとヤバさが染みてくる。こういう感じで自分の話したいことしか話さない人普通にいるよね。スレ体関係なく語るなんても実況の体現者。自覚ないだけでこんなやつ多いのがなんじゃやで。本質は似たようなものだけどレベルが違うな。さすがにこのレベルはそういねえよ。俺も見習って今後は指定作品無視してパパスを押していくわ。チャット GPT。三国志とパパスの関係？三国志とパパスはどういうつながりがありますか？三国志とスラムダンクのパパスとのつながりについては特に関係はありません。両者に直接的なつながりはなく、異なる作品であるため、混同させることはありません。パパスはスラムダンクのキャラクターですか？はい、パパスは漫画スラムダンクの登場人物の一人で、主人公の桜木花道たちが所属する湘北高校のライバル校山王工業高校のバスケットボール選手です。彼はストイックなトレーニングと哲学的な考え方を持ち、強力なドライブを得意とする選手として書かれています。また、物語の中盤で、交通事故により亡くなる悲しい役割も担っています。はい、山王の選手やったんか。どこから情報拾ってきとんねん。こいつほんまにそこらの芸人よりおもろいよな。手間に車で引かれたんだよな。映画ではカットされとったな。AI、スラムダンクの話したいな。せや。スラムダンクのパパスが割と悲惨。いいからベホイミだ。微妙に近いところついてくるから厄介なんだよな。パパス死んでてくさ。
そういうところの整合性は取れてるんやな。ひほう、スラムダンクのパパスに悲しい過去。ソアホロボット、自信ありげに知ったかする人でなしを許すな。カービィのクラッコのこと語りたいな。J、ワンピースでさ、お、シュババ、ひほう、ロギア系の悪魔の実、そろそろネタ切れ。さすがにもう出尽くしたやろ。クサクサの実、みずみずの実、ドロドロは。そう考えるとカービィのクラッコってロギア系の技ほぼ全部使えるからクソ強いよな。クラッコがワンピースの世界に出現したら無双できるだろ。急に何の話してんの？あがががやばすぎてクサ。カービィ、あ、関係ないけどクラッコが割と悲惨。クラッコの話したいな。クラッコに謝れよ。パパステーキ、パパスミン、パパス人気に嫉妬したんやろな。 IQ100 切ってそう。休み時間にカービィの落書きしてそう。パパスと同じようなタイミングでレスしててもうダメ。言うほどクラッコのこと語りたい時あるか。これスレで2番戦時って叩かれまくっててかわいそうやったな。そもそも別にクラッコがロギア系の技ほぼ全部使えるわけではないから普通に嘘つきでもあるという。確かにモクモクしながら雷と雨出せるな。でも普通にカービィに殴られて死ぬやん。クラッコ嫉妬民見苦しいぞ。これはウィスピーウッズによる巧妙なクラッコ下げ。三国志スレでパパスが語られるようにワンピーススレでクラッコが語られる日も近いな。